はい試験延期に伴う学習強化講座管理会計論の第二回目の講義始めていきたいと思います担当はレックス専任講師井宮ですどうぞよろしくお願いします えー、こちらの講座はですね、まあ、タイトルの通りではあるんですけども、まあ、試験が、ねまあ、延期されましたので、まあ、少し、ねまあ、時間的余裕が生まれたということで、まあ、これまで切っていた論点であったり、まあ、あるいはですね、まあ、もう少し理解を深めた方がいいだろう、まあ、そういった論点をピックアップしてあのこの機会を生かしてもらってですねあのもう少しそういった学習の強化をしていただこうという趣旨の講座となっています。はい で今回の2回目の講義に関しましては幻想の,の安定発生というのをテーマにやっの安定発生はねあのこれは切ってしまっている方もいらっしゃるのかなというところでもうねしっかりと勉強されていて理解されている方はね別に見ていただく必要性はないんですけれどもあのこれまで切ってきたと。 でなかなか自分でねあの解説とかを読んでもらっても理解がしづらいなとそう感じている方ねいらっしゃればぜひねこの動画の方を活用していただいて、まあ、この機会に幻想の安定発生をぜひマスターしていただければなと思いますまああのそんなにね出題頻度がむちゃくちゃ高いっていう論点ではないんですけども、まあ、近年少しね出題頻度が上がり気味ですのであのこの機会を、えー、使っていただいてですね あのぜひ30分程度の時間になりますからあの30分で理解できればねそんなにコスパの悪い論点っていうわけでもないかと思いますので結構まあ食わず嫌いねしてる方もいらっしゃるかと思いますから1回マスターすればそんなにね忘れる論点でもありませんのであのぜひともですねちょっと抑えていただければなというふうには思います。はい、で題材としましてはねこちらのレックの担当問題集っていうのを使ってやっていきたいと思うんですけども、まあ、お手持ちの方はですねあの お手元ににごご用意いいただだきましててて持っっなな方方は画面の方をご覧になってくださいでもう早速ね見ていきたいと思うんですけれども、まあ、当工場では単一工程で製品 A をバッチ生産し実際単純総合原価計算を行っているとでこのバッチ生産っていうのを前提としていることがねほとんどなんですけど原素の安定発生ではバッチ生産っていうのは、まあ、製品を何回かに小分けして作ってるイメージを持ってください。 バッジっていうのは別名ロットって言い方もしますけども仕込み量のことを指していまして例えばねイメージしやすいものとしましては家でカレーを作りますとで10人分のカレーを作りますってなった時にその10人分のカレーを作れるような鍋をね一般の家庭が持ってることは稀だと思うんですよ。まあ多く作れてもね、まあ、5人分ぐらいが限界だろうというところで。 まあその5人分のカレーを作れる鍋は持ってるとなったときにその10人分作ろうと思ったらこれ1回目の生産で、まあ、その5人分作って2回目の生産でまた5人分作っていくこれでトータル10人分だとこのまさに2回に小分けして作っていくっていうのがバッチ生産なんですよ。この場合は1バッチは5人分のカレーってことになるんですよ。 まあそういうふうにね捉えていただければ、まあ、バッチ生産のイメージがつきやすいかなと思います。で本文で問われているのは「月初仕掛かり完成品原価」と「当月着手完成品原価」をそれぞれ求めていきましょうと。で生産データ見ていただきますとこの完成品内訳として「前月着手完成品」として「前月に着手した第三バッチ、まあ要は前月は3回に小分け,小分けして作っていて「 その初めの1回目のバッジと2回目のバッジっていうのは前月に完成しているで前月の3回目に着手したバッジについては前月末の段階で完成しておらず当月に繰り越されてきているんですねそれが月初仕掛かり品として繰り越されてきているとでこの月初仕掛かり品として繰り越された前月に着手した第3バッジが当月に完成しているんだとでまた当月に着手して当月に完成した第1バッジ第2バッジが存在しさらに 当月に着手したんだけれどもまだ月末段階で完成には至っていない第三バッジが存在するだからねあの当月作ったものっていうのは3つに分けることができるんですけどもこの前月着手の完成品と当月着手の完成品と月末仕掛か,かり品のこの3者に分けることができるっていうことをまずは把握してください。でさらにこの生産データから分かることとして。 この一バッチのサイズは三千キロっていうふうに固定されているので、当月は第一バッチから第三バッチまで着手をしているわけですから、当月にこの三つのバッチの着手するにあたって合計九千キロの材料を投下したことがわかりますね。三千キロかけることの三バッチ分ですから、まあこの九千キロ、この九千キロの材料を投下して一千八十万円の原材料費がかかっているっていうことが。 資料上読み取ることができます1080万割ることの9000キロっていうのをしていただければ1キロあたりは1200円というふうに求めることができますねはい。まあそういうふうに資料の整理を行ってくださいねでさらに計算条件見ていただきましてこの工程の全域で減損が常時安定的に生じていると 始点から終点に至るまで減損率は10%であると言っていますこれがまさに減損が安定発生している状況を示唆しています10%安定して減損が生じるっていうことは例えば工程の始点で100キロの原材料を投下すれば工程の終点に至った頃には10%その投下された材料がめべりしていて90キロになっているわけですよ 100キロ投下したものが10%減って9 0キロになっているとこれが幻想の安定発生で工程を通じて徐々に徐々に発生していくんですねだから例えば50%地点まで加工していればこの場合は5%当初投入した原材料が目減りすることになるんですよ100%まで至れば10%減るわけですから50%地点だったら5%目減りしていると考えることができますね これまで、ね、皆さん勉強したことあるかと思いますけど原損の平均発生これまあランダム発生って呼ばれるものになりますけどランダムに発生する状況とは違うんですよあの下降進捗度50%地点で原損が生じたものと見なしてその原損比を計算するときにその加工換算量をね求める時に50%地点っていうのを前提に計算するっていうのをやったことありますよね。これはランダム発生なんですよ。 地点でも減損が発生することがあれば終点でも減損が発生することになる。どの地点で発生したのかっていうのが正確なところはつかめないと。まあこういう状況においてはもう50%地点で減損が発生したものとみなして減損比の計算をやっていきましょうっていうのがこれがランダム発生なんですね。一般的に平均発生って呼ばれるものです。それとは違うんですよ状況が。 加工進捗度に応じて減損が徐々に徐々に発生するわけですから、加工進捗度40%地点、50%地点、60%地点で、それぞれどれだけ減損が出るのかっていうのが、はっきりと把握することができるっていう状況なんですね。ランダム発生とはまるで状況が違うんだと思ってください。で、この減損が安定発生する状況では、この前月着手の第3バッジからいくら減損が出て、 当月着手の第1バッジ第2バッジからいくら減損が出てでこの月末仕掛か,かり品からいくら減損が出たのかっていうのをそれぞれ把握することができるんですねだから少し特殊な計算をするんですけどこれまでの総合減価計算の,その非度外視を前提とした減損の計算処理とは違ってですねこの月初仕掛か,かり完成品からいくら減損が出たのか 当月着手完成品からいくら減損が出たのか、月末仕掛か,かり品からいくら減損が出たのか、それぞれ把握を行って、イメージとしては、計算された減損費を直下するイメージ。これまではね、減損費っていうくくりでまとめて、その金額を求めてね、完成品と月末仕掛か,かり品に安分するっていう手続きを取ってきたかと思いますけれども、そうではなくて、それぞれからいくら減損が出たのかを把握できる状況なんで、 それぞれぞに直下ししていきましょうっていうのがこのののがこ安定発生の趣旨なんですねじゃあそのためには具体的にどういう計算手続きをやってい,たい,いかなければいけないのかっていうとあの初めて学習した時にこういう下書きをね書くんだよっていう風に習った方がほとんどだと思うんですけども、まあ、この下書きの意味がね初めはちょっと理解できなかった方が切ってる方にはね多いのかなと思うんですけれどもあのこの下書きをちょっと一緒に書きながらね 下書きの意味する内容っていうのを、まあ、理解していただこうということでちょっとこれはね出来上がったものを見ていただいても分かりづらいと思うのでもう一緒に書いていきたいと思います。で今さっき申し上げた通りね減損が安定発生する状況では月初仕掛か,かり完成品当月着手完成品月末仕掛か,かり品この3社に分けて計算をすることになりますので。 とりあえず分かりやすいものとしては、当月着手完成品が一番分かりやすいので、この第1バッジ、第2バッジに着目していきたいと思うんですけど、まあ、これ2つのバッジの製造を行っているわけですから、まあ、合計6000キロの材料が投下されているわけですよ。工程の視点で6000キロの原材料が投下されていますよと。 でこれが加工作業とともに徐々に徐々に目減りしていくわけです。はじめこの高さ6000キロあったものが、まあ、これが加工作業が進んでいけば徐々に徐々に目減りしていきますと、まあ、こういうふうに右肩下がりに数量が減っていくんですね。で最終的に工程の終点まで至れば10%目減りするわけですから、 五千四百キロになっているわけですよ。はじめ六千キロあったものが十パーセント目減りして、最終的に五千四百キロになっていると。だから当月着手完成品の数量っていうのは五千四百キロなんですね。 とりあえずここまでよろしいですかで次に今度月末仕掛か,かり日についても同様に整理していきたいと思いますけども当月着手の第三バッジが月末仕掛か,かり日になっている状態なんでまた今と同じように初めね 3,000kg 投下されているわけですよ工程の視点では。 月末しかかり品は加工進捗度60%地点まで加工作業を施しているので60%地点に至るまで徐々に徐々に減損が生じていますと。で60%地点まで至れば何当初投入した原材料が目減りするのかっていうのを考えていただくと工程の終点まで至れば10%目減りするわけですから。 60%地点まで至っていれば6%目減りすることになりますだからここの高さは6%減った後の数量になりますんで3 0 0 0キロに1-6%掛け算してあげれば2 8 2 0キロっていうのが月末仕掛か,かり品の数量ということになりますここまでよろしいですか でまたちょっと再びね完成品の方に戻っていきたいと思いますけど月着手完成品6 0 0 0キロ投下して5 4 0 0キロの完成品ができているわけですけどこれねちょっとここに横線1本入れていただくとこの長方形とその上に乗っかっている三角形に分けることができますけどこの長方形部分っていうのがまさに 完成品になった数量ですね。5 4 0 0キロで、この上の三角形の高さは何を表しているかっていうと、まあ原則で消えてなくなってしまった原材料を表していると。要は、完成品5 4 0 0キロの金額計算するときに、この6 0 0ロ分の原損費を負担させようと。そういう計算をやりたいんですよ。 完成品5400キロの金額計算するにあたって、この600キロ分の減損っていうのを発生させているわけですから、600キロ分負担させましょうねと。だから結局ね、完成品5400キロのまず原材料費を計算しようと思ったら、結局600キロ分の減損費も負担することになるので、この6000キロ分の原材料費を 完成品五千四百キロに負担させるような計算をしていけばいいんですね。同じように月末仕掛かか品も考えたときに。この長方形と三角形に。図形を分けてあげれば。この二千八百二十キロ部分と。原損で消えてなくなった。百八十キロ部分に。分けることができます。 月末も同様に2 8 2 0 k ロ月末仕掛か,かり品ができているわけですけどこれ1 8 0キロ分の減損費を負担することになりますんで月末仕掛か,かり品2 8 2 0キロの金額計算するにあたって3 0 0 0キロ分の原材,料費原材料費を負担させればいいとそう考えてください。3 0 0 0キロ分の原材料費を負担させるような計算やっていけばいいんだと。 じゃあ具体的にはどうすればいいかっていうと先ほど確認した通り当月合計9 0 0 0キロの原材料を投下して材料費が1080万円ですんで1080万割ることの9 0 0 0キロで1キロあたりは1200円っていうのが求まりますでこの1キロ1 2 0 0円かけることの6 0 0 0キロをしてあげれば 当月着手完成品5,400キロが負担すべき原材料費を求めることができます。1,200掛けることの6,000キロで720万ですね。720万。同様に1,200円かける3,000キロで360万円っていうのが月末仕掛か,かり品2,820キロが負担すべき原材料費ってことになります。まあこういう計算をやっていこうと。 まあ原料費のの計算いいうははそんななに難しくないはずです。今のような計算手続きを行っていけば、まあ、ここまで行々しいね下書きを書かなくてもあの慣れてくれば原材料費の計算であればねあのこういったデータだけで初めに与えられた資料だけで計算できるようになるかと思います。よろしいでしょうか まあ一応書いときましょうか。まあ、今回問われている当月着手完成品の金額ね、計算していかなければいけないので、まあ、原料費、まあ、原料費は今計算した通り1200円× 6 0 0 0キロで720万円ですね。で難しいのはねこちら。 加工費の計算でちょっと月初しかかり品が入ってくるケースっていうのがややこしいんですけれども加工費の計算をしようと思ったら今と同じようにねこれ当月の加工費の金額が与えられているので,でこれを当月の加工換算量で割り算してあげて1キロ当たりの加工に要する金額を求めていく必要性があるんですけれどもその時にこの下書きっていうのが生きてくるんですよ。まあ、どういうことかっていうと この下書き、ね、書いた意味なんですけどもこれを書いてあげればね機械的にその加工換算量っていうのを求めることができてどういうことかっていうとこのまず5 4 0 0 k ロに着目するとねこれは工程の始点から終点に至るまで加工作業をなされているわけですから加工換算量は当然 5,400kg ってことになります。 まあこの長方形の面積を計算してもらえればね、5400キロになります。高さが5400。横が100%ですので、高さ×横の長さで5400キロです。で、上の三角形の部分は、高さが600キロ。で、横の長さが100%。で、三角形ですから×二分の一をしてあげた300キロが面積っていうことになります。これが、原存の加工換算量なんですね。要は、 考え方としてねその初め6 0 0キロあったものがこれがどん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 目減りしていって加工の対象物が減っていくんですよでも100%地点まで至ればこれ加工の対象物がゼロになってるわけです初め6 0 0キロあって最後0になってるわけですから間を取れば3 0 0キロの原材料に対して始点から終点にかけて加工作業を施したとそう捉えることができるんですね。 はじめ6 0 0キロあって最後0キロになってるわけですから間を取れば3 0 0キロの原材料に対して始点から終点にかけて加工作業を施したと捉えてあげればいいと三角形の面積を求めてあげれば3 0 0キロがこの原損に対して投じられた加工換算量、まあ、要は原損に完成品3 0 0キロ相当の加工費が投じられていると加工作業を施したんだってことを意味していますね。 で同様に月末仕掛かり品に関しましてもこの2 8 2 0キロ部分に着目すればこれは工程の視点から60%地点までずっと2 8 2 0キロに加工作業を施したわけですからののキロっていうのが求ま,りますこれが月末仕掛かり品2 8 2 0キロの加工換算量。 でこの月末から生じた減損1 8 0キロの加工換算量はというとこの1 8 0キロに横の長さ60%を掛け算して1 2分の1を乗じてあげれば54キロというのを求めることができますあるいはさっきと同様に考え方としては初め1 8 0キロあった原材料が60%地点まで至ればゼロになっているわけですから。 全て減損で消えてなくなるわけですから間を取れば9 0キロの原材料を対象として60%地点まで加工作業を施したと捉えることができますから90キキロロに対して60上じた54キロっていうのを求めることができますねここまでよろしいですかあの繰り返しになりますけどもこの完成品5 4 0 0キロの加工費を求めようと思ったら 要はキロ分の加工費を負担させればいいと月末仕掛か,かり品だったらこの1 6 9 2キロと5 4キロの合計分加工費を負担させればいいと、まあ、そういうふうにこの下書きを見てください。でさらにねちょっとややこしいのが月初仕掛か,かり品がややこしいんですけども月初仕掛か,かり品で当月に完成品になったものがありますよね。 で月初仕掛かり品の段階で40%地点まで加工作業っていうのが終わってるんですよ。でこの段階で、まあ、生産データ上は何キロか与えられていませんけどもあの加工進捗度40%地点まで至ってるわけですから。 あの初め3000キロの材料が投下されていて40%地点まで加工作業を施せば4%減損が発生することになりますので3000キロかける4%で120キロ分の減損が生じたところからスタートなんですねだからまあここの高さは別に計算する必要性はないんですけれどもあの3000キロから120キロさっぴいた2880キロですね 月初仕掛品っていうのは当月の初めの段階で2,880キロからスタートなんですよ。で、これが工程の終点まで加工作業をされるわけですけども。 これ注意してくださいね。これまあ残り60%当月に加工するわけですからあの6%減損が残り生じるって考えて2 8 8 0キロに6%掛け算してしまって、まあ、その減損発生した数量を求めてしまう方いるんですけども、まあ、それ間違いですから。あくまでも6%目減りするのは当初投入した原材料をベースにして6%っていう百分率が与えられているわけですからね。 2 8 8 0キロっていうふうにでに40%相当まで加工作業を進んだ時のここから6%減るわけではありませんからあくまで視点投入量からさらに6%減ることになりますんで初めに投入した3 0 0 0キロに6%乗じた1 8 0キロそれを2 8 8 0キロからマイナスして2 7 0 0キロっていうのが月初仕掛か,かり完成品の数量なんですね。めから3000キロに 1-10%掛け算してもらったら別に求まるんですけども視点投入されているのは3 0 0 0パーで10%目減りすれば2 7 0 0キロになると。でこれも同様に長方形と三角形に分けて。 捉えてあげれば、この2700キロ部分と180キロ部分ですね。すみません、さっきここ求める必要性ないって言いましたけど、いりますね。すみません、失礼しました。この180キロ分ですね。で、この2700キロ分については残り60%加工作業を施すことになりますので、2700かけることの60%で1620キロと。 完成品1620キロ相当当の加工作業を当月に行ったと月初仕掛か,かり品だったものにこの完成品1 6 2 0キロ相当の加工作業を施すことによって完成品に至っているとまた当月に月初仕掛か,かり完成品から減損が出ているわけですけど、まあ、この減損については1 8 0キロをめあって最後ゼロになっていると。また先ほど同様考え方としては 間を取ったら9 0キロの原材料に対して60%加工作業を施したと捉えることができますから9 0かける6 0で5 4キロとまあこういうふうに捉えることができますね。でここまで下書きができればあとはね この加工換算量を全部集計してください。三百キロプラス五千四百キロ足す、五十四キロ足す千六百九十二キロ。プラス。五十四キロプラス千六百二十キロで、合計九千百二十キロっていうのが求まります。要は、当月に九千百二十キロ相当の加工作業を施したんですよ。 ここはあくまでね、当月に加工した部分ですからね、月初仕掛かり品ですけれども、当月に加工作業を施して完成品になっている部分ですから、月初仕掛かり、完成品、当月に加工作業を施す過程で、当然、加工費が発生していることになりますから、この456万という金額の中には、この5 4キロと1 6 2 0キロに対する加工費も含まれていると。で、合計9 1 2 0 k ロでこの456万というのを割り算してあげれば、 1>, 1キロあたりは500円っていうのを求めることができて純粋に支店で投入された原材料を終点まで加工するのに500円分加工費がかかるっていうふうに捉えることができます。ましたがってこの当月着手完成品だったら合計5 7 0 0キロ相当の加工費を負担することになりますから単価500円に5 7 0 0キロを乗じてあげた。 万円というののが加工費の金額として求まりまらだから当月着手完成,分完成品はこの原材料費と合算してもらって1,005万円っていうのを算定することができますから1,005万円っていうのを5 4 0 0キロで割り算してもらえれば1キロ当たりの単価として1,861.1円っていうのを求めることができます。 まあちょっと割り切れませんけども、1861.1円と。まあ、こういうふうにしてね、当月着手完成品の金額などを計算していくと。で、この月初しかかり完成品も同様に、原料費については、これはもう前月の段階で3000キロ相当の原材料費が投下されていて、その金額がこちらに与えられているわけですよ、324万円。 前月に投下された3 0 0 0キロの原材料費324万円っていうのが与えられていますから当月,は当月はね原材料は特に投下していませんからね月初仕掛か,かり完成品に対しては。で加工費についてはこの前月の段階で52万9200円ですね。 前月40%地点まで加工するのに529,200円かかっていてそこにプラスアルファで当月にかかった加工費この残り60%相当を加工するのに1 6 2 0キロと5 4キロの合計1 6 7 4キロ、まあ、これに1キロ当たりの単価500円を掛け算すれば83万7千円っていうのが当月に月初仕掛か,かり完成品に投じられた加工費ってことになります。 したがって月初しかかり完成品の原価はこれいくらかと言いますとこの合計出してもらったら460万6,200円っていうのを算定することができますから460万6,200を2 7 0 0キロで割り算すれば月初しかかり完成品の1キロ当たりの単価として1,706円っていうのを算定することができます。まあこういうふうにしてね幻想の安定発生っていうのを回答していくんだと。 もうこれが全てですよ今の考え方っていうのがマスターできればねもう幻想の安定発生についても恐れる必要性がありませんので、あのー、どうですかねやっぱりまあ難しいと感じた方いらっしゃるかもしれませんけど、まあ、今の話でねおおむね理解できたって方がね、まあ、多いのかなとは思いますので是非、あのー、ね、あのー、今の話を参考にしながらですねちょっと幻想の安定発生自分でもね一人で解けるかどうかっていうのをちょっと試してみてくださいでちなみにね 幻想の,の安定発生を前提とした問題っていうのは通常非度外症を前提にすることになります一応例外的に度外症を前提とするケースっていうのもあるんですけども、まあ、これはちょっと度外症の趣旨に反するような計算をねちょっとすることにもなりますので、まあ、試験でもね出されたことあるんですけども,もう度外症を前提とした計算っていうのはやる必要性はありませんからそこはねさすがにでもこの非度外症を前提としたね幻想の安定発生の問題っていうのは今後の試験においても出てくる可能性が多いに 高いと考えられますので、あのぜひねこの機会にあの内容の方をマスターしていただければなというふうには思います。はい。まそれではねこれであの第2回目の講義は以上となりますので、えー、皆さんお疲れ様でした。